ロックステインは、福井春都市による日本の小説集。2004年11月に刊行された。5作品の短編小説と1作品の中編小説からなる短編集である。1998年から2000年にかけて、小説現代、問題小説、オール読み物に掲載された短編と、2004年に刊行されたオムニバス集、乱歩賞作家辞呂の謎に掲載された。 中編作品を収録。作者の福井春斗氏にとっては、初の短編集である。他の福井春斗氏作品にも登場する架空の、情報機関、防衛庁情報局が登場し、本作ではその局員、特に姿勢で暮らす一般の工作員たちを、主人公に据え、その活動や、周囲の人々の様子などが描かれている。第三十二回直木十五昇降補作。 格和解説と主な登場人物。小説現代1998年10月号、書出。12IO で福井春斗氏が江戸川乱歩賞を受賞した際に掲載された作品。大長編思考だという福井春斗氏の初短編作品である。小説現代1999年8月号。 初出。第53回日本推理作家協会賞。短編部門候補作。問題小説2000年6月号初出。小説現代2000年7月号初出。本作で唯一女性の視点から描かれた作品。オール読み物2000年9月号初出。ダイス局員ではない一般人の視点の作品。ママとリンクしている。2004年5月間。 乱歩賞作家次郎の謎書出。亡国のイージスのキャラクターである、キサラギコーが登場。福井が原作を手掛けた漫画、C、ブロッサムケース729にもつながる、中編作品である。本作が文庫化された際、ダイス、920SOF、729SOF のエンブレムをかたどったピンズがセットになった、限定版が販売された。 各エンブレムのデザインはそれぞれ、ダイスは、富野義行、920SOF は、寺田勝也、729SOF は、かときはじめによるものである。なおセットに同梱されている、文庫本は、通常版と若干表紙のデザインが異なるものとなっている。ありがとうございます。